どうも、谷プラさんです。はい。本日はですね、ちょっと、最新ドローン、完全攻略本のですね、取材があるんですけれども、ちょっとね、こちら、はい、エアピーク飛ばしていきたいと思います。と思いきや、なんとですね、これからちょっとね、ソニー本社ビルに行って、取材ということで、まあね、ちょっとテンション上がりますよね。いや、なので、僕ちょっとこの、本当にね、もうソニーさんに行ってこんなことができるなんてね、ちょっとテンション上がりますんで、これから、ソニー本社に向かいたいと思います。あー、テンション上がる。なので、今日はもう、ぎっしり僕の持ってるエアピークを持って、それを見ながらちょっと、こう、対談するというね、感じになると思いますけどね。いやー、楽しみですね。まあ、とりあえず行きたいと思います。はい、皆さんちょっとすごいところに来ちゃいましたということで、まあ今回ですね、雑誌、最新ドローン完全攻略本のですね、取材を含めながらちょっとね、そのちょっと YouTube 版というかね、その取材風景をちょっとまた撮りつつの、ちょっとね、今日 YouTube を撮ろうかなと思って来てます。ちょっとね、舞い上がっちゃって何言ってんだかよくわかんないですけど、ちょっとこう来てるんですけど、はい、同じね、ソニーさん来ました。ソニーの本社でございます。そしてちょっとお二人呼びたい方がいるんですけども、ちょっとね、お呼びしましょう。じゃあどうぞ、2人来てください。はい、こんにちは。来ました、エアピーク。エアピークの人。正しいですね。エアピークの人ですよね。そうですね。はい、じゃあちょっとこちらご紹介の方お願いします。はい、私沢海と言います。ジャパンドローン店でもちょっと谷さんと絡ませていただいて。そうですね、 YouTube で出ていただきました。はい、はい、よろしくお願いします。はい、同じく沢海と同じ商品確認所をしている植木と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これからちょっと取材の方、はい、よろしいでしょうか。お願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、なので今回これからですね、ドローン雑誌の僕のコラムページのちょっとね、対談トークをやりたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうもこんにちは。こんな機会が、いやすごいですね。というか、ちょっともう僕は正直もう神殿に入るかぐらいな感じの、もうでかさがあって、俺もちょっと迷ってしまって、田舎者だなと思いながら。でかいですけどね。そうそう、一回ちょっと搬入口入っちゃうみたいな。搬入口入って僕がそこを真似した。いや先生、搬入口は警備員さんがちゃんとその、あ、こっち名前ないですねつって、でしかもちょっと危険なんで、危ないので、もうバッグじゃなくて中で U ターンされていいのでつって、いや、こ親切と思って、それでちゃんと出させていただいて、はい、もう入った瞬間、ね、このダッシュさんの名前のこと言われて、はい、ですよねって言われて、はいっつって、そんな感じで、ちょっとね、もうその時点でちょっと俺はもう浮いちゃってましたね、気持ちが。この世にこう発表した時、その、うん、沢海さんと植木さんとかどんな気持ちだったんですか、その11月発表して。なんか僕はその11月ってまだやっぱりモーターの箇所だけでティザー発表だったので、本番発表ではない中で、はいはい、そこからどうやってバズを上げていくかっていうの、はい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 、あとは本音ベース、まあ、ちょっとこの後言えないところとかも言っちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、本音ベースで言うと、やっぱり我々初めて作った商品がお客さんにとってどういう風な評価をいただけるのかっていうのが、はい、やっぱり出してみないと分かんないというところがあるので、はいはいはい、まあ、モーターの箇所を出してどういう反応をもらえるのか、あ、また年明けの展望を発表した時にどういう反応をもらえるのかっていうのを一つずつこう出しながら感触を味わっていくような、はいはいはい、でやっぱり一番の感動は商品の全貌を発表したっていう、はい、去年のジャパンドローン展で商品発表っていうのが一番大きな、なんですかね、喜びというか、はい、でそこからまあ次にお客さんの手元に届いて、はい、それを使っていただいた時のフィードバックとかがどんどんこう気持ちの変化が生まれていくっていう、はい、そのやっぱもうちょっとワクワクドキドキですか。ちょっとワクワクドキドキです。全体としてやっぱりその商品を導入するときって、はい、導入プランを考えていく、はい、
最初に何を出して、はい、最終的に発売するってその間にどうマイルストーンを置いて、はい、その中でどういう情報を出していこうみたいな全体のプランをまず考えるんですよ、うん、はい、でその最初がそのチラ見せとビザーっていう形でチラ見せをしていく中 で、はい、で商品発表はここだよね、はい、その間にじゃあ何やるって言った時にその例えばニコタマライズのそのイブライフで、はい、ではその機体の静電時をしますとか、はいはいはい、その辺りの全体のプランっていうのをまず最初にある程度立てるんですよね、踏んでそこで、うん、狙った通りに、うん、っていうかそう、ね、感じでやっていくってことですよね。あとはまあその外的要因でまあコロナがあって、はい、あのイベントができないとか、うん、まあ、そういうのはあるんですけど、はい、基本的なマイルストーンっていうのは持ちつつも、はい、あとはその外的要因に対応していくっていうところですね、はい、フレキシビリティはやっぱり結構コロナ禍っていうので、ああはいはい、その持った中で組んでいかないと、うん、なかなか予定通り全てあの思ったところに投げ込むっていう、まあ、そうですね、実際に見てもらうところとかが、もし見てもらえないときにその、うん、あれですね、ウェブ上とかでこうどう出すかっていう話とかも組んどかなきゃいけないってことだったんですよね、うん、あ、そうなんですよ、いやすごい、ちょっと鳥肌じゃないいやでもやっぱり段取りっていうか、はい、じゃあこっち行きますよ、はい、はい、笑ってください、はい、せーの、はい、イエーイ、イエーイ、はい、せーの、イエーイ、はい、それです、 S です、ね、はい、S、 はい、S、 はい、こっちからしてるのは S、 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 S、
様子を改めて今日知ることができたので、はい、結構お話しましたもんね。そうですね、すみません長々と、ありがたいです、はい、楽しいお話ができたかなということで、楽しかった、はい、いや本当にちょっとありがとうございます。今日本当にありがとうございます、はい、今日の雑誌のね、僕のコラムページのところの、あのお話を道にさせていただいて、ちょっとせっかくなんでこれ本当に撮ってる理由は、はい、あのこのドローン雑誌が発売すると同時にこの YouTube 公開するんで、そうするとちょっと2倍楽しめるというか、そうですね、そうですね、取材風景込みのこのやってるとことあれがちょっと楽しめるので、やっぱちょっとね、それをちょっと皆さんに楽しんでもらいながらいろいろと、これ僕のエアビングでございます、使用してる、とにかく綺麗にありがとうございます。本当ですか、結構お話伺っていると飛行してもらっているのに、はい、今170回いっていい、170回ぐらい、170回、すごいです、半ぐらいいってるじゃないですかね。そうですか、いや全然、うん、もう本当僕は大切に使ってるだけなんで、うん、いや大切に使っていただいているのはもうすぐパッと見分かりますよね、はい、一応あの飛行後は必ず見てですね、あのちゃんとここに、うん、しまっております。他飛行後に何か注意されてることとかあります？飛行後ですか、うん、飛行後その箱にしまわれる前に、うん、はい、ここはチェックしてるぞみたいな、こういう、あ、まあ綺麗に拭くのは拭いて、モーターとか、あとこの軸とかですね、軸とかをこう触る、一応見て、うんうんうん、音とかも綺麗にして、やっぱ鉄なんで、鉄ですもんね、はいはい、鉄なんで、だから錆びついたりとか、いろいろあったりするかもしれないけど、メンテナンスして、失礼しまってます。で、あとプロペラもちゃんと吹いて、やっぱ虫がつくんで、ここの、あ、まあそうですね、そうですね、あのセンサーあたりがこう汚れちゃうと嫌なんで、うん、こう汚れたら拭いて、うん、で、あの最後この、微調の場所は、うん、あの、メガネ拭きで拭いてます。すごい
いやでもね、ここやっぱ重要なんですよね。この表面が何かしらその汚れてたりすると正確に反応しないので、だからまあ開ける前とあとの必ずそうチェックして、うん、はい、やっております。 ERP も喜んでますよ。喜んでますね。これは自分 ERP だったら絶対喜びます。本当ですか。いっぱい働いてねぎらってもらえると、うん、はい、うん、そうなんですよ。でもこことか拭くのが好きで拭きやすくて、この辺がそうなんですよ。すごい。ちょっと僕が本当に想像した以上に綺麗でびっくり。本当ですか。この家のために拭いてきたみたいになってるんで。いやいや、本当そこじゃないかぐらいの綺麗さなんで、はい、ちょっとびっくりしました。はい、ちゃんとやってます、本当に。ちょっとまあこのね、うん、ウエントティッシュ使って拭いて、うん、ちゃんとこうやって、うん、であと空拭きして、まあティッシュでもやりますから、うん、あと、これがいいんですよ、使い切りのレンズ、これ、使い切りのこれがね、すごく、速乾性なんで、すぐ乾いてくれるんですよ。ちょっとうっすら湿ってて、うん、めちゃめちゃ使いやすくて、はいはい、でこれで、で、まあ、あとこれでこすごい仕事グッズですね。ウキウキしてて、あとこれでちょっとゴミ具合しして、みたいな感じです。素晴らしい。はい、ごし、ちゃんとカメラ止めるのにメダル入れてます。メダルというか海外のお金。そうですね。本当だ。そう、日本の100円玉入れるとちょっと、うん、ね、たまにジュース飲みたくなっちゃうから。飲めばいいじゃないですか。ここから使っちゃうとさ、まだ入れないですか。そっかそっか。そうです。これはちょっとちゃんと海外のお金にして、すごい、はい、おしゃれな感じにしてます。飛ばしてる時に天候崩れてきたっていうのはやっぱ晴れ男的には今までほぼない感じ。そうですね、急に雨降るとかないですね。はい、もう晴れ男なんで。さすが。はい、なのでまあそんな感じですね。いや、よかったです。いや、ありがとうございます。すみません、ちょっとね、こんな感じにちょっと僕の使ってる機体をお二人に見ていただきたかったっていうのもありますんで、うん、ちょっと雑誌の取材込みでちょっと来させて持ってきて見ました。はい、ありがとうございます。はい、よろしく。見れてよかったです。ありがとうございます。じゃあ引き続きまた、はい、エアピークいっぱい飛ばしていきますんで。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さよなら。ドロンドロンドロン